道人身事故ニュース速報です。2021年5月22日7時9分ごろ、室蘭本線の東谷駅から宇須駅で人身事故が発生した模様です。室蘭本線での人身事故は今年3件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。